皆さんこんにちは、 FC 岐阜の武田忠です。今日本のみならず世界中で新型コロナウイルスの影響が出ています。私たちの住む岐阜でも非常事態宣言が出されました。こうした状況の中で一つでも多くの命を救おうと、自らの感染のリスクがありながらも日々最前線で戦ってくださっている医療関係の皆様、本当にありがとうございます。そして私たちに日常必需品を届けようと働いてくださっている物流関係の皆様、スーパーや保健所、行政といったたくさんの関係機関の皆様、本当にありがとうございます。皆様の勇気ある責任ある行動が今の私たちを支えてくださっていると強く感じております。私たちはこうした方々に対して夜8時になったら拍手をするという形で感謝とリスペクトの気持ちを伝えたいと思います。この動画を見て賛同してくださった皆様もぜひ私たちと一緒になって拍手をするという形で彼らへ向けてエールを送ってください。以前と同じようにサッカーのある笑顔あふれる日常が戻りますよう、今は感染拡大防止のために一人一人何ができるのか、すべての皆様の協力が必要です。ぜひ責任ある行動をとって一緒になってこの困難を乗り越えていきましょう。よろしくお願いします。